安倍も平から1885年6月23日は、幕末から明治初期のキート貿易省、開拓事業者。1873年に他の商人らと改正者を設立して、初代社長に就任し、浅霞開拓に貢献した。1827年、日本松藩郡山上町の豪商小野や、安倍忠しの産卵三男に生まれた。幼名は虎吉。 母兵は、通称で、本名は貞行。兄たちの創生のため、1857年に、小野屋の七代目を継ぐ。1868年、母親戦争の戦火で、郡山の町が焼けて、多くの財産を失うが、翌1869年に同志と生産会社を、設立して、ギートの買い占めなどを行い、距離を得る。1873年4月、 福島県天寺、中条正常の勧めに従って、商人たち25人で改正者を設立し、社長に就任。以後、浅霞開拓に多大な貢献をした。1885年没。墓は、市内の女宝寺内、鈴木信教の墓付近。死後、1924年に、15位が追贈され、その功績を称えるため1929年に、 三木隆作作の銅像が混流された。その後、銅像は太平洋戦争の際に供出されて一旦失われたが、1953年11月、三坂光一郎作で開成山大神宮前に再建された。開成社の設立後は、郡山の町から開拓地までの道や灌溉用水地開拓事務所としての開成館などを建設したほか、 開成山大神宮の勘定なども行った。この開拓によって、1876年に新しい村、桑野村が誕生した。明治天皇は二度にわたって桑野村を訪れ、これが後の国営事業朝霞や原の開拓と朝霞粗水事業へとつながった。また、これらのほか学校の整備や、 鉄道誘致にも奔走するなど、財産のほとんどを注ぎ込んで、郡山の発展に尽くしたと伝えられる。ありがとうございます。